はい、皆さんこんにちは。フォーゲーマー編集部のオレッチです。本日はですね、こちらモンスターハンターやっていきたいと思います。間違えた、モンスターストライクやっていきたいと思います。本日はですね、その今話したモンスターハンターのコラボが来ていまして、正確にはモンスターハンター大狩猟クエストっていうスマートフォンアプリのコラボになってます。で、今ですね、ティガレックスが登場する闇を切り裂く合流の怒号というのが来ているので挑戦してみたいと思います。消えちゃった。はい、このクエストなんですけど、ボスにですね、そのモンスターハンターの、結構有名な、敵モンスターですねのティガレックスが登場するクエストになってます。はい、ちょっと機材のトラブルで飛んでしまいましたが、はい、続きやっていきたいと思います。はい、ということでですね、このクエストなんですけど、ボスにティガレックスがおります。で、ティガレックスの途中では、モンスターあたりに登場するキリンとかそういうのが出たりする可能性もあるクエストです。で、今回のクエストなんですけど、ちょっと調べた感じのと、そう、これですね、重力バリア、重力バリアがメインのギミックになって登場します。まあ、他にもなんか毒とか、ちょっとモンスターハンターらしい V っていう概念があったりとか、ちょっといろいろ今までとは違った感覚で楽しめるクエストですね。はい、早速登場してるんですけど、このイアン・クック先生、モンスターハンターやってる人にとってはね、かなり、なんて言うんでしょう、思い入れの強いモンスターになってると思うんですけど、強い、25,000、ちょっと油断するとやばそうです。で、ということで、このクエストには、ダメージオールが登場しません。なので今回は、ダメージオール以外にもワープとかも登場しないんですけど、なので今回は基本的にアンチ重力バリアを持ったユニットを中心に、ユニットというか、キャラクターを中心に連れてきました。で、1人目がイザナミ、2人目がハレックス、3人目が、テキーラですね、の神化になります。お、登場、この登場シーンもまたね、かっこいいんですよね。で、このボスで注意したいのは、まず第一として、さっき話した V 破壊ですね。 V 自身も攻撃を持っているので、まずは早めに左下の数字がかぶってる1と1ってなってるところの V 破壊していきたいですね。で、その後で気をつけたらいいの、これが V 破壊の、左下の数字の攻撃です。結構強力なので早めに倒したいですね。おお、ラッキー、先に本体倒しました。で、それともう一個強力なのが、移動攻撃ですね。もともと、モンスターハンターをやったことがある人も、ご存知かもしれないんですけど、ティガレックスっていうのはすごく動きますめちゃくちゃ動くので、それが厄介な、モンスターでもあるんですけど、で、今回のモンスターハンターコラボはすごい忠実に再現されてて、いろいろ、例えばこの、何だったかな、忘れちゃったな、騙されてた、今の敵とかあの辺とかは毒を吐く敵なんですね。で、毒を吐くやつはしっかり毒も吐きます。で、今回出てるこの右下左下にいる、ババコンガなんですけど、違うな、コンガですかね、コンガなんですけど、コンガさんはおならが結構、おならを出すのが結構特徴だったりするんですけど、おならっぽい攻撃をしてきたりとか、かなり忠実に再現されてる今回のモンスターハンターコラボです。で、その中で、忠実に再現されてるのは、ギャラクスも変わりなくですね、めちゃくちゃ移動するんですけど、その移動の中に挟まっちゃうのが一番ダメージを食らうみたいなので、これですね、この移動が細かいので、すごく、すごい何度も何度も攻撃を与えられちゃうんですね。で、なるべくは彼の、なんていうんですか、移動する軌道上にいないようにキャラクターを誘導させながら戦うといいかもしれません。なので、なるべくこの角ですね、角にいるイメージで戦うといいと思います。何だったかな、あの赤いやつ、ギアノスじゃなくて、いっか、なんか忘れちゃいましたね。よいしょ、
これですね、あの間に挟まると本当平気で2万3万食らっちゃうので、それは本当に避けたい場所ですね。間に行け、いかず、おっしゃ、あそこの爪を壊しておきたいんですけど、なかなか壊れてくれないです。これでまた追撃が来るんで食らうな。いけ、壊れず、ここで決めたい。めっちゃ攻撃そう。よーし、いい感じですね。次はラストステージかな。スピードクリア残り3ターン、ちょっと厳しそうですね。ハートあり、おー、しかしハートなくなっちゃいそう。で、このファンゴも結構動くんで、この移動に巻き込まれないように注意したいですね。まずはテキーラやってからのがいいので、こんな感じでカンカンならないか。やばい、よしよしよし、いやーやばい。あれを先に壊したいんですけど、ストライクショット弱点を出させつつ、あ、今のやつです。あの青いやつとかは結構そのコンガのおならっぽい攻撃ですね。で、今回ちょっとファンが動かないかもしれないです、ね、おー、いったいった、いけ、よいしょ、164万。おお、そう、さっきこれ1回やって気づいたんですけど、このモンスターハンターサウンドが多分やってる人はたまんないですね。あー、ミスター、あー、ラッキー、ギリギリ、よっしゃ、行きましたね、これは。イエス、いやー、倒しました。ひろひろ出るか、よっしゃー、出たー、出ました、ティガレックス。まあ実はさっきやった時も一回やってちょっともう出てるんですけど、やっぱりね、いっぱい持っときたいんでね、モンスターハンターファンとしてはモンスターハンターファンとか言いながら、あの赤いやつなんだったかな、名前忘れちゃったな。はい、ということでティガレックス入手しました。はい、ということで今回のクエストなんですけど、基本的にはもう、アンチ重力、うん、違う重力バリア以外はほとんど出ないので、まあ、アンチ重力バリアの、メンバーで構成するのがいいかなと思います。で、あとは、まあ、ティガレックスすごい動くので、その動く攻撃に対して、まあ、どうやって回避するかっていったら、やっぱり、隅にいるのがやっぱいいのかなと思います。はい、ですかね。で、なるべくなら、まあ、結構攻撃力が高いので、あんまりこう光属性で集めてご利用するのはちょっと危険かなと思いました。はい、ちょっとステータスも見てみましょう。はい、これですね、ティガレックス。ちょっとまずはロックをかけましょう。はい、まあ、現状だと HP 攻撃力スピードともに、まあ、結構バランスはいい方かなと思います。 HP がちょっと少ないのかな。で、アビリティはアンチダメージオールで、ボールのタイプは反射ですね。で、ラウンド、あ、違う、ラウドロア、ストライクショットですね。ターン15で触れた最初の敵をランダし、吹っ飛ばす。って攻撃みたいですね。まあ、ランダ系なんで、あんまり正直強くはなさそうな気もするんですけど、まあ、防御力が高いサソリさんとかは、ほぼ一撃で倒せると思うので、まあ、そういった意味では使い道あるかなと。で、友情コンボは大爆発。これ進化すると変わりそうですね。超爆発とかなるのかな。ちょっとストライクショットも変化しそうなんですけど、ちょっとそのあたりはやってみないと分からなそうです。といった感じです。今分かるのはこれぐらいですね。いやー、しかしいいですね、ティガレックスのデザインが。うん、なんか尻尾の辺とか右後ろ足の辺とかなんか影がついてて、ちょっとスピード感があるみたいな感じでねいいと思います。はい、といった感じでですね、今回の動画終わりたいと思います。はい、本日はどうもご視聴ありがとうございました。